も皆さんはじめまして。ゆっくりの霊夢と、マリサだぜ。このチャンネルでは食べ物やお酒などの話題を中心に、うぷ主が気になった物事を調べて紹介をしていくチャンネルです。しばらくの間は動画のテーマや投稿頻度もまちまちな、行き当たりばったりなチャンネルにはなると思いますが、生温かい目で見守ってくれると嬉しいぜ。まず第1回目のテーマは皆が気になっているであろう、世界のクリスマスの定番料理、についてです。クリスマスといえば、私は今年もケンタッキーの、フライドチキンを食べる予定なんだけど、他の国の人たちがクリスマスの日に何を食べているのかについては、確かに以前から気になっていたんだぜ。でしょ？じゃあそのあたりについて今から解説をしていくわね。お願いします。それじゃあゆっくりしていってね。今回は私なりに世界各国のクリスマスの定番料理について調べてみたんだけど、クリスマスの日には普段よりも豪華な食事をいただくという国がとても多かった反面、残念ながらクリスマスといえばこれ、みたいな定番料理が存在しない国もそれなりにあったわ。そうなんだな。日本人にとってのクリスマスの定番といえばフライドチキンなどがど定番だが、そういった文化のない国もあるんだな。もともとクリスマス自体がキリストの生誕を祝う日だからね。国ごとにクリスマスに関する国民の関心度の高さは全然違うの。日本みたいにキリスト教徒ではなくとも、とりあえずクリスマスは盛大にお祝いをしよう、という国は世界的に見てもかなり少数派だろうな。そうなの。今回私が調べてみた結果、ある程度詳細な情報が分かった、十数カ国のクリスマスの定番メニューについてを、みんなと共有していきたいと思っているわ。楽しみだぜ。まずはヨーロッパの国々から紹介をしていくわね。1カ国目はスイスよ。スイス。アルプスの少女ハイジで有名なあの国だな。そうそう。スイスのクリスマスには、フォンデュ、シノワ、というブイヨンスープにお肉やお野菜を、しゃぶしゃぶして食べる料理が定番となっているの。へえ。うまそうだな。フォンデュ、シノワって名前を聞くと、なんだかとてもおしゃれそうで私には縁遠い存在と感じられるけれど、スイス版のしゃぶしゃぶと言われると、不思議とどこか日本人にも身近な料理のように思えてくるな。確かにね。ちなみにフォンデュという言葉には、溶かす、という意味があるわ。そうなのか。じゃあチーズフォンデュは、そういうことか。そういうことなの。じゃあシノワはどういう意味を持つ言葉なんだ。シノワはあちらの言葉で中国の、いや中国風の、という意味を持つわ。え、中国ってあの中国。あの中国よ。驚きよね。中国風を名乗っているフォンデュ、シノワなのだけれど、その味はこれといって中華料理っぽさは感じられないの。それじゃあますます意味がわからないんだぜ。フォンデュ、シノワの味自体には特に中国的な要素は存在しないのだけれど、中国の料理がルーツにあるからこの料理名になったという説があるわ。なるほどな。日本のナポリタンみたいなもんか。そんな感じかもね。次は北欧の国デンマーク。デンマークのクリスマスの定番料理といえば、フレスケスタイ、という料理をいただくのがとてもポピュラーよ。フレスケスタイ。どんな料理なのかが想像がつかないんだぜ。フレスケスタイは豚肉を使ったデンマークの伝統料理で、切り込みを入れた皮目にローリエやグローブ等の香草を挟んで、皮目がパリパリになるまでこんがりと焼き上げる料理よ。皮がパリパリの豚肉。イメージしただけでもよだれが出てくるんだぜ。ジュルリ。ジュルルにはまだ早いわよ。焼き上がったフレスケスタイはグレイビーソースをつけていただくの。ほうほう。ところでグレイビーソースって具体的にはどうやって作られたソースなんだ。グレイビーソースは調理中にお肉から出た肉汁や野菜の煮汁、ワインにブイヨン、小麦粉などを煮詰めて作るソースよ。なんだそれは、めちゃくちゃうまそうだな。めちゃくちゃうまいわよ。ドリンクには北欧でよく飲まれているグルッグというホットワインが定番ね。やっぱりヨーロッパではワインをよく飲むんだな。そうね。特にクリスマスのシーンではワインをチョイスする国が多いかも。デザートにはエイブレスキーバというたこ焼きやベリーカステラのような可愛らしい見た目の焼き菓子がクリスマスの定番ね。ベリー系のジャムや粉砂糖などをまぶして食べるお菓子よ。昔たこ焼き器で丸いホットケーキを作ったことを思い出したんだぜ。味もあんな感じなんだろうか。方向性としては同じような感じだと思うわよ。ネットで検索をすれば作り方もすぐに出てくるから、気になるなら一回作ってあげようか。本当か。じゃあお願いするんだぜ。今すぐ食べたいんだぜ。まだまだ他の国の解説も残っているから今すぐはダメ。また後でね。わかったんだぜ。次は同じく北欧のスウェーデンよ。スウェーデン。IKEA だな。そうね。スウェーデンではユールフィンカという豚ハムの塊を焼いた料理がメジャーなの。あらかじめ火を通しておいた豚の塊肉や、ハムに粉マスタードなどをまぶしてオーブンで焼き上げる料理よ。
同じ北欧の国ということもあってか。お隣デンマークのフレスケスタイとどことなく似たような雰囲気を感じるわね。ああ確かに。知識のない人から見た東南アジアの料理が、どの国のものでも大体同じに見えるあの現象だな。いろいろと問題のある発言だけれど、まあ言いたいことはわかるわ。ユールフィンカの他にはヤンソンス、フレステルセというアンチョビとジャガイモのグラタンも、クリスマスにはよく出るメニューなのだそうよ。これがうまいのは食べなくてもわかるな。このメニューは基本的には容器に素材を入れてオーブンで焼くだけという非常に簡単に作ることができるので、気になる方は一度ご自身で作ってみてほしいわ。霊夢、これも後で作ってくれ。はいはい、後でね。次の国はイギリスよ。イギリス。世界一料理がまずいと言われているあのイギリスか。そう、あのイギリスよ。イギリスのクリスマスの定番はロースト料理よ。ロースト料理か。そういえばローストビーフもイギリス発祥の料理だったな。もともとイギリスはサンデーローストという日曜に家族団らんでロースト料理をいただくという風習があり、ロースト料理はイギリスの人にとって非常に身近な料理なの。ただし、クリスマスの日にいただくロースト料理は普段食べているビーフやチキンのローストとは違い、七面鳥やガチョウを食べることが多いそうよ。七面鳥は万国共通でクリスマスの鉄板メニューだな。イギリスの七面鳥のローストは、お肉の中に玉ねぎやブレッド、クラムス、パン粉、香草、バターなどを詰めてオーブンで焼いていくの。お肉の中へ詰め物をすることによって、肉の乾燥を防いでいるそうよ。出来上がったロースト料理は付け合わせのジャガイモや芽キャベツ、人参などと共にグレイビーソースにつけていただくの。出たなグレイビーソース。付け合わせのジャガイモのローストもとても美味しそうだな。デザートにはクリスマスプディングという小麦粉にバターや卵、砂糖、ドライフルーツ、ナッツ類などを混ぜて焼き上げたスイーツが定番となっているわ。いいな。私もプディング食いたいんだぜ。一応言っておくけれど、マリサが想像しているプディングとイギリスのクリスマスプディングは別物よ。え、そうなのか。あの黄色くてつるっとした喉越しがうまい、カスタード風味のスイーツのことじゃないのか。残念ながらクリスマスプディングは、日本のいわゆるプリンとは全く違う食べ物よ。まあ美味しいスイーツには違いないんだけどね。日本人はプディングと聞くと、いわゆるプリン的なものを想像すると思うのだけれど、イギリスのクリスマスプディングはケーキのようなものなの。なるほどなんだぜ。イギリス人にとってのクリスマスプディングは、日本人がクリスマスに食べるケーキのような位置づけのスイーツ。ということなんだな。そういうこと。じゃあこの調子でガンガン紹介をしていくわね。次の国はアイルランドよ。アイルランドのクリスマスにはターキー&ハムが定番なのよ。ターキー&ハム。ああ、七面鳥やハムの塊のことか。割とよくあるクリスマスの定番メニューって感じなんだな。半分正解なんだけど、半分は不正解ね。どういうことだ。クリスマスには七面鳥やハムが定番のメインディッシュだという国は数多くあるけれど、アイルランドの場合には、その主役級の食材2つを合わせて調理をするというなんとも贅沢な文化があるの。本来主役となる食材同士、しかもどちらもお肉を組み合わせ作った料理ってどうなんだ。本当に美味しいのか。肉と肉を組み合わせた料理というのは、日本人の感覚からすると、なかなか理解しづらい組み合わせのようにも感じられるかもしれないのだけれど、実際に食べてみた人の感想としては、意外と相性が良い組み合わせでとても美味しいらしいわ。なるほどなんだぜ。日本人の感性ではなかなか真似をすることができないトリッキーで豪快な組み合わせが面白いわよね。そうだな。これが本当のワイルドターキーってやつだな。はいはい。面白い面白い。ターキー&ハムの他には前菜としてスモークサーモンやスープ。付け合わせには茹でたジャガイモや温野菜が大量に振る舞われるようよ。デザートには隣国のイギリスと同様にクリスマスプディングや、ミンスパイというドライフルーツやナッツをひき肉のあんのように詰めたパイが定番なの。いいなミンスパイ。霊夢の話を聞いているだけでも絶対に美味しいのがわかるんだぜ。私も食べてみたいな。はいはい。また今度作ってあげるわよ。やったー。じゃあ次、ヨーロッパ編の最後はフランスよ。ついに来たんだぜ。美食の国フランスだからな。クリスマスのメニューもきっと豪勢で、フランス人の大好物な特別メニューで溢れ返っているんだろうな。それはどうなのかしら。霊夢、妙に歯切れが悪いけど、どうしたんだ。フランスのクリスマス料理は確かに手が凝っているものが多くて、私たち日本人からすればとても美味しそうに見えるのだけれど、肝心のフランスの方々にとってはあまり手放しで喜ぶことができるようなメニューではない様子なの。もっと具体的に、詳しく知りたいんだぜ。わかったわ。じゃあ順を追って説明をしていくわね。まず、フランスではクリスマスのことをノエルと呼ぶの。ノエルにはフォアグラや牡蠣、ホタテを回るエビなど、普段よりも豪勢な食材が食卓へ並ぶわ。日本人からすれば、フランス人はフォアグラなんて日常的に食べているんじゃないの。
なんて思うかもしれないけれど意外とそんなことはないの。フランスの人にとってもフォアグラはある種の特別な食べ物で、今でもクリスマスのような晴れの日くらいにしか食べない人も多いみたい。ここまでの話の中では特に問題はなかったと思うんだが、何がフランスの人たちの不老を買っているんだ。そうね、ここまでは何の問題もないの。ここまではね、フランスのクリスマスメニューのメインには七面鳥の栗詰めがとても伝統的なの。クリスマスに七面鳥をいただく国は多い印象だけれど、中に栗を詰めて調理をするのは珍しい食べ方よね。そうだな。でもなぜフランスでは七面鳥の中に栗を詰めるようになったんだ。七面鳥の中に栗を詰めるようになった背景には、フランスが今よりも貧しかった時代にとにかく安くてお腹がいっぱいになるメニューをという、いわゆるかさ増し、的な役割として栗を詰めるようになったという説が有力なの。その他にも、多くの人が集うクリスマスで何度も七面鳥を焼いて調理をするのは大変だから、しっかりとした食べ応えがあってお腹に溜まる栗を一緒に提供することによって、少ない労力でもしっかりと満腹感を得られるようにするためという説もあるわ。フランス版、おばあちゃんの知恵袋的な感じだな。いずれにせよ七面鳥の栗詰めは、味は二の次、質より量といった感じの料理なので、多くのフランス人にとってはあまり良い思い出の少なく、現在の豊かになったフランスではクリスマスのメニューには七面鳥の栗詰めではなく、ガチョウやチキンの丸焼き、ローストビーフなどを選択するご家庭も増えているのだとか。この料理にそんな背景があったなんて、今の話を聞いて私は逆に七面鳥の栗詰めを食べてみたくなったぜ。マリサは本当に食いしん坊なんだから。ヨーロッパのお話は以上よ。次はアメリカね。アメリカでのクリスマスの定番メニューといえば七面鳥を焼いた料理がとてもポピュラーなの。やっぱりアメリカでもクリスマスには七面鳥なんだな。その他にはローストビーフやステーキ、ハムの丸焼きなども定番よ。クリスマスのメイン食材に何を選ぶのかは家庭によって様々なの。アメリカは特に多民族の国家だから、クリスマスのメニューの選択肢も多したようなんだな。ってことはアメリカでもクリスマスにケンタッキーを食べる人もそれなりにいたりするのか。いいえ、基本的にアメリカ人はクリスマスにケンタッキーは食べないわ。そうなのか。向こうの人からしたら、日本人がクリスマスにケンタッキーに群がる光景はとても不思議なのだそうよ。例えばだけれど、マリサはもしもクリスマスにアメリカ人がチェーン店の牛丼屋さんに群がっていたらどう思う？言い方は悪いかもしれないが、なんでクリスマスみたいな特別な日にわざわざいつでも食べられる、安いチェーン店の商品なんかを求めるんだろうって思うだろうな。そうよね。クリスマスにケンタッキーに群がる日本人も、海外の方からすると同様の目で見られているのよ。おう。よくわかったんだぜ。まあでもケンタッキーフライドチキンは現在ではれっきとした日本のクリスマス文化の一つとなっているわけだし、少なくとも私自身は、他の国の人からどう思われようとも気にしないで、堂々とケンタッキーのフライドチキンを堪能すれば良いと思っているわ。そうだよな。ケンタッキー最高だよな。ええ、クリスマスには一緒にパーティーバーレルを楽しみましょう。霊夢愛してるぜ。じゃあ気を取り直して、最後はアメリカのクリスマスで定番のデザートについて。デザートには病気の予防にと広められた生姜入りのパンであるジンジャーブレッドを原型とするお菓子の、ジンジャーブレッドマンクッキーと呼ばれる人型の焼き菓子を食べる習わしがあるわ。へえ、可愛らしくて子供にも人気がありそうな見た目のクッキーだな。私もジンジャーマンブレッドクッキーを食べてインフルエンザやコロナに負けないようになるんだぜ。次はアメリカのお隣にあるカナダについて。カナダのクリスマスもアメリカやその他ヨーロッパ諸国と同様にメインには七面鳥をいただくことが多いの。ふむふむ。その他にはエッグノッグという飲み物もカナダのクリスマスには欠かせないわ。エッグノッグは卵と牛乳にバニラやシナモンなどを合わせて作る温かくて甘い飲み物よ。いいな、エッグノッグ、俺も飲んでみたい。クリーミーで美味しそうなんだぜ。大人の場合はさらにラム酒やブランデーを入れて楽しむ方が多いみたいね。デザートにはビッシュ、ド、ノエルが定番よ。日本ではブッシュ、ド、ノエルという呼び方の方が有名よね。ああ、あの丸太みたいな形をしたケーキだよな。ところでビッシュ、ド、ノエルって日本語にするとどういう意味なんだ？ビッシュ、ド、ノエルのビッシュはフランス語で、巻き、を意味する言葉なの。戦術の通りノエルはフランス語でクリスマスの意味を持つ言葉だから。直訳すると、クリスマスの巻き、という意味になるわね。世界一美味しい巻きだな。ちなみに、ビッシュ、ド、ノエルはフランスのクリスマスでも定番のデザートよ。その他、カナダのクリスマスで定番となっているものとしてはキャンディーケインも欠かせないわね。キャンディーケイン、名前から察すると飴の石か何かかな。ええ、キャンディーケインのケインは、杖、という意味でその名の通り。杖のような形をした白色と赤色のしましまな見た目が特徴的なキャンディのことよ。マリサも見たことがあるんじゃないかしら。クリスマスツリーの装飾なんかにも使われてるやつだよな。
それそれ。キャンディケインはクリスマスの子供のおやつの定番なの。味はペパーミントが一般的ね。子供が食べるお菓子でも味は大人っぽい感じなんだな。ミント味が苦手な子供でも食べやすいように、最近ではフルーツ系の味なんかも出ているみたいよ。なるほど。それなら安心だぜ。次は中国よ。中国でもクリスマスは何か特別なメニューがあったりするのか。それが微妙なところなの。中国ではクリスマスに食べるフライドチキンや豚の丸焼き等の定番の料理はないみたい。一応普段よりも豪華な食事になる家庭も割と多いみたいなのだけれど、もともとがキリスト教のお祝いということもあって、まだ完全に定着をした祝い方があるというわけではないそうよ。そうなのか。ちょっと寂しいな。ただしそんな中でも最近の中国では親しい人にはクリスマスイブにリンゴを送る、という独自のお祝いの仕方が一部で流行りつつあるの。リンゴ。他の国にはない変わったお祝い方法だな。でもどうして中国ではクリスマスにリンゴを送るんだ。一部の中国人がクリスマスイブにリンゴを食べる理由としては、クリスマスイブは中国語で、ピンアンヤ、と呼ぶそうなのだけれど、ピンアンヤのピンの発音が、中国語のリンゴの呼び方であるピングオのピンの発音と似ており、クリスマスイブの日に限りリンゴのことをピンアングオと呼び縁起物として扱う風習があるみたい。平安の夜に平安の果実であるピンアングオを食べて平安な人生を過ごそう、という願いを込めて、中国ではクリスマスに身近な人にリンゴを送るという文化が生まれたみたい。なるほど。要はダジャレなんだな。ええ、ダジャレよ。とはいえ今言ったようなリンゴを送る風習はまだまだ中国全体に浸透しているわけではないのだけれどね。今後日本のハロウィンのような国民的な行事としてクリスマスが、賑わいを見せる日もそう遠くはないのかもしれないな。楽しみね。次の国はフィリピンよ。アジアで唯一のキリスト教国フィリピンではレチョンという、豚を丸ごと炭火で焼いた料理でクリスマスを祝うのが定番とされているわ。炭火でじっくりと焼かれたレチョンは余分な油も落ちて、皮はカリカリに、中はジューシーに仕上がっており、とても美味しいの。文字通りの豚の丸焼きだな。若干閲覧注意な見た目をしているんだぜ。レチョンはなかなかに衝撃的なビジュアルをしているとは思うのだけれど、その味わい自体は癖がなくてとても食べやすい。日本人にも好まれる内容に仕上がっているわ。そう言われると、こんがりと飴色に焼けた様子がだんだん美味しそうに見えてきたんだぜ。レチョンの他にはハモナードというパイナップルやフルーツベースのソースでマリネされた豚肉料理も有名ね。ハモナードはハム料理の一種で、レチョン同様に特別な時に食べることの多い料理なの。フルーツソース味の甘い肉料理って日本人にはあまり馴染みのないタイプの味付けだよな。どんな味わいなのかがとても気になるんだぜ。その他には人参やソーセージ、卵などを牛肉で巻いたモルコン、という料理もクリスマスのフィリピンではよく食べられているわ。あまり多くの国の紹介はできなかったけど、アジア編はこれで終了よ。了解だぜ。アジアでのクリスマスの位置づけは、一部の国を除けば、あくまでも他国、他の文化圏のお祭りという風潮が強く、欧米と比べると、当然その扱いもかなり地味な扱いになっているんだな。そうね。日本人みたいに国民の多数がキリスト教徒ではないにもかかわらず、全力でエンジョイをしている国の方が世界的には稀なケースだと思うわ。じゃあ次は南半球の国々にも目を向けてみましょうか。クリスマスの時期の南半球って季節的には北半球とは逆の真夏なわずだけど、そんな中でもクリスマスのお祝いを楽しんでいる国があるのか。ええ、もちろん。じゃあ今から南半球の国におけるクリスマスの定番メニューについて説明をしていくわね。お願いします。まずは南米のアルゼンチンの説明から始めるわ。南半球に位置している国家ということもあり、アルゼンチンはクリスマスは一年で最も暑い時期に迎えるわ。アルゼンチンはイタリアやスペイン等をルーツとする移民の多い多民族国家なので、クリスマスといえばこれ、というほどの絶対的な定番料理はないのだそうよ。とはいえ、アサードと呼ばれるオーブン料理で小豚や七面鳥の丸焼きなどをいただくことが多いみたいね。ほうほう。豚や七面鳥の料理がメインな点は北半球の国々と同じなんだな。ええ、クリスマスの日には家族団らんでアサードを囲むご家庭が多いということなのだけれど、このあたりも、先に紹介をした国々でのクリスマスのお祝いの仕方とも共通しているわね。現地の方はアサードをいただく際にはアルゼンチンワインやビールなどを一緒に飲むことが多いみたいね。じっくりとオーブンで焼き上げたお肉料理とお酒？合わないわずがないんだぜ。その他にもパンブルセと呼ばれるスイーツも、アルゼンチンのクリスマスにはよく食べられているわ。パンブルセという名前からしてパンケーキみたいなスイーツかな。パンブルセはスペイン語で甘いパンという意味を持ち、その名の通り甘い味付けのパンでデザート菓子のような位置づけのメニューなの。見た目的には日本の菓子パンコーナーにも置いてありそうな感じよね。パンブルセにはドライフルーツやチョコチップ、ナッツ、ブルセ、で、レチェという液体キャラメル等が入っているそうよ。
美味しそうだなー。パンブルセ。聞いているだけでよだれが出てくるんだぜ。機会があれば私たちも食べてみたいわね。次は同じく南米の国、ブラジルのクリスマスを紹介するわ。ブラジルのクリスマスの定番料理といえば七面鳥や鶏の丸焼きなどがポピュラーね。その他にはバカリャウというタラの干物とジャガイモのコロッケもブラジルのクリスマスの伝統料理なのだそうよ。バカリャウ、聞き慣れない名前の料理だな。バカリャウは元はポルトガルから伝えられた料理なのよ。なるほど。ブラジルはポルトガルの旧植民地だからな。植民地時代の文化が今なお色濃く残されているんだな。そうなの。デザートにはハバナダやハバナーダと呼ばれるブラジル版のフレンチトーストがクリスマスによく食べられているわ。ハバナダは牛乳、練乳、卵液につけたパンを揚げ、シナモンや砂糖をまぶしていただくお菓子よ。ブラジル風フレンチトーストか。めちゃくちゃうまそうだな。ハバナダはサッカー元ブラジル代表のロナウドやカカたちも大好物だった。かもしれないスイーツなんだな。そうよ。ハバナダももともとはポルトガルから伝わったメニューで、ポルトガルでもクリスマスの定番のお菓子みたいだから、もしかしたらクリスティアーノ、ロナウドも昔はこのお菓子をよく食べていたのかもしれないわね。ヨーツベでもハバナダの作り方は紹介されているから、私たちもその動画を参考に一度作ってみようぜ。そうしましょう。次の国はオーストラリアよ。オーストラリアのクリスマス料理はエビやカキなどのシーフード料理が定番ね。中でもエビはオーストラリア人の大好物で、クリスマスには様々な種類のエビが各家庭で消費されるの。オーストラリアは真夏にクリスマスを迎える国だから、さっぱりといただくことができる。シーフード料理が充実しているのはいいな。その他にはクリスマスハムもオーストラリアのクリスマスの伝統食として親しまれているわ。クリスマスハムは薄く切り分けてクランベリージャムやマスタードなどをつけていただくことが多いわ。オーストラリアの人はハムにジャムをつけて食べるのか。日本人の感覚からすればハムにジャムという組み合わせは不思議な感じがあると思うのだけれど、実際にその食べ方をしてみると、酸味の効いたクランベリージャムとハムの味わいが意外とマッチしていて、結構美味しいらしいわよ。そうなのか。夏の暑い時期だからこそ、クランベリージャムのさっぱりとした爽やかな酸味がハムによく合うのかもしれないな。デザートにはイギリスと同様にクリスマスプディングや、オーストラリアの伝統菓子であるパブロバがよく食べられているそうよ。最後は南アフリカを紹介するわ。アフリカでもクリスマスに特別な料理を食べる国があるんだな。ええ、と入ってもアフリカ大陸内に、クリスマスには定番かつ特別な料理を食べる、という文化を持つ国の数自体は、私が調べてみた限りではあまり多くはなさそうだったわ。そんな中でも、南アフリカにはイギリスやオランダの旧植民地時代の影響が現在でも残されており、クリスマスには特別な料理を用意してお祝いをするという文化が現在でもなお、しっかりと残されているの。そうなのか。じゃあ定番の料理もイギリスやオランダの影響が強そうだな。そうね。メインにはローストしたハムや羊、七面鳥等のお肉類や野菜類、デザートにはマルバ、プディングという南アフリカ発祥の焼き菓子が定番よ。ほうほう。ところでマルバ、プディングというのはどういったスイーツなんだ？マルバ、プディングは南アフリカの名産品であるアプリコットのジャムが生地に練り込まれた焼き菓子よ。アプリコット由来の酸味や風味が感じられるマルバ、プディングは、日本人の口にも合う味付けでとても美味しいらしいの。私のいつか食べてみたいわ。いいな。食べる時には私も誘ってほしいんだぜ。もちろんよ。アーレイムの話を聞いていたら猛烈にお腹が空いてきたんだぜ。私も美味しそうな料理の話ばかりしていたから、すっかりお腹が空いてしまったわ。じゃあ今から今日紹介をしたメニューの中からマリサの食べたいものを私が作ってあげるわ。やったー、嬉しいんだぜ。じゃあ、あれとこれと、あとそれと、あーやっぱりあれもいいなー。落ち着いてマリサ。とりあえず今日の動画を締めてから後ほど裏で一緒に考えましょう。それもそうだな。お疲れ様でした。本日の内容は以上です。当チャンネルでは今後もこんな感じでのんびりと更新を行っていく予定です。今日の内容を気に入ってくれた方は、またぜひ当チャンネルまで足を運んでほしいんだぜ。あと今回の動画が良かったと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。霊夢、ちなみに次の動画のテーマは何なんだ？次回はサントリーのウイスキー一角についてのお話をしていく予定よ。実は本来、サントリーの角瓶を本チャンネルの1本目のテーマにする予定だったのだけれど、初版の事情により急遽今回の動画と差し替えになったのよ。そうだったのか。まあでも初投稿のテーマということを考えれば、ある意味今回のクリスマスの方が、テーマとしては特別感があってよかったのかもしれないな。それもそうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。